豪土星生まれの外観。この星の生まれは元来豪情で偏屈、鼻だずぶといところがあって、善人か悪人かの見極めがつかない。しかし表面はすこぶる善人と見える。言い換えると善にも強く悪にも強い。しかもそれは極端であって、つまり中庸を欠いているのである。他人を徹底的に利用するが、用事が済めば顧みることなく恩義に対する法恩感謝の念が乏しい。個人主義たるを免れないのである。この生まれは一体に信仰心に乏しいために、異常のような偏屈な思想に陥るのである。さらに物質主義にとらわれているために、よく主食の酒と色ですね、よく主食の誘惑にかかって失敗を繰り返すことになるのである。この星の運勢は中年が一番幸運である。すなわち中年運である。すなわち43歳から47歳の前半までが一生一代の最大運期となっている。この時期に一生の基礎ができるので、できてしまうのである。中年なんですね。いずれにしても豪生まれは極端なる大成功者と、反対に極端な失敗者に分かれる。例えば豊臣秀吉と石川五右衛門の例である。この両人は共に豪土星の生まれである。この星の生まれは信仰心の強い者ほど成功力があり、そうでない者は落伍者たらざるを得ないのである。豪生まれは大抵が個人主義者であり、物質思想が強い。それであって成功を望んでやまない。成功を望む者は決して金銭物質にとらわれてはならない、執着してはならない。豊臣秀吉は藤吉郎時代から金銭物質を有効に部下にまいていた。故についに関白太政大臣という日本人として暗い人心を極める地位にまで出世したのである。豪土星は中央にいるんです。だから周りの星の人が全部支えてくれる、協力して応援してくれるんです。だから多くの引き立てを受ける。ところがその引き立てを受けても、また協力してくれる人たちをうまく利用しても、その恩義をあまり考えないんですね。恩になったという気持ちがない、それで感謝する気持ちがない。利用すれば利用するだけ、あとは利用価値がない、利用することがなくなってくると平然として捨てて顧みない、そういうことがこの星の特徴なんですね。だから長続きしない。それを目上の人は賢いからすぐその性格を見抜いてしまう。ああこいつは俺を利用するばかりだなと。利用できる時だけ利用して、あとは野となれ山となれってやつだ。これは面倒見てやってもしょうがない、そう思って顧みなくなってしまう。だから多くの人の引き立てや協力が得られる運勢でありながら、自分からその引き立てを断ち切ってしまう、そういう感謝の気持ちがないんです。利用できる時だけ利用しよう、利用できなくなったり利用する価値がなくなったら放ってしまう、そういう厳禁なところがある。それがこの人の成功を阻むんです。引き立ててやったり
応援したりしてやっても感謝の念がない、そういうところが露骨なんですね。だから二度と面倒を見なくなってしまう。それを注意しなさいという。周りの星から協力や応援をしてもらえる、そういう徳があるんです。ところが協力したり応援したりしてやっても長続きしない。後足で砂を蹴るような行動にも出る。そこを注意しなきゃいけない。人間というものはいつ何時人に助けてもらわなきゃならないことが起きるかもしれない。その時に助けてもらってもその後恩を感じて感謝を表さないと二度は続かない。その次から頼みに行っても協力がしてもらえなくなってしまう。これが一番いけないんですね。あまりに厳禁である。まず自分がやってもらったことに対して恩義を感じないということはいけないんです。そのために次第に助けてくれる人が亡くなってしまう。困った時だけ頼みに行ったって誰も相手にしなくなる。それを注意しなさいという。多くの人から助けてもらういい運勢を持っているんだ。自分からその運をダメにしてしまう。それを注意して恩義に報いるという感謝の気持ちを持たなきゃいけない。そうしないのはなぜかというと信仰の心が足りないからだ。だから先祖を供養するということもそういう気持ちがない。だから先祖代々の墓地も掃除されないで荒れているし、墓石の前の角が欠けて見える。そのために運勢を非常に悪くしている。九星の中で一番運の強い星なんです。だからじっとして正しいことをして目上や、目下や同輩の者の面倒をよく見る。そうすると多くの人から自然に助けられる。そういう気持ちでやりなさいということなんですね。この人は自分であくせく儲けようとしなくても周囲が儲けさせてくれるんだから、自分から儲けよう儲けようと思ってあくせくしてはいけない。まず相手を儲けさせることを考えるんだ。そうするとそれ以上に相手が儲けさせてくれるようになる。そうしなさいと、それを言ってるわけですね。一言で言えば非常に運気が強い。しかし中年運であるから43歳から47歳の前半で一世一代の最大運気となっている。この時期に一生の食い縁ができてしまう。あとは遊んでいても楽に食えると、そういうような運勢なんです。